生3回目ですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと緊張しなくなってきました。はい、大丈夫ですか。だいぶだいぶつっつきやりました。カットマン対策やりました。で今回サーブいきます。はい、でサーブの長短いのと長いサーブを分かりづらく出す方法っていうのを何か一つでもコツがあれば教えてもらえればなと思うんですけど、はい、よろしいですか。はい、あよろしいみたいです。じゃあお願いしましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ先生、はい、まずは出してもらいましょう。短いのと長いのを適当にランダムで出してもらえば、はい、はい、おうん、おはようございます。今僕が見た感じの感想を先に言うと、短い時も長い時もまずバックスイングの大きさが変わらないから、そこでまず分かりにくいかなと思った次第です。はい、はい、でスイングスピードも、まあ、短い時と長い時が、まあ、ほとんど変わらないので、弾道を見て長短分かるけど、そのバックスイングとかボールが当たるまでの情報量で判断するのが多分難しいと感じる人は多いんじゃないかなっていうのが僕の感想です。いやもうそう感じていただけてたら、もう狙い通り。あ、やべえ。言わなきゃよかった。まあこのコツっていうのをちょっと踏まえながら、はい、教えてもらえればと思います。はい、まずその短いサーブと長いサーブを出すときに、はい、まあ浅田さんの中で気をつけている点っていうのは、はい、どこになるんですか。できるだけ前から後ろに。ちょっと前回やったツッツキと同じような感じで、ボールに当ててから肩甲骨をグッとこう寄せるような感じでスイングをしています。おまずは肩甲骨を使ってスイングすると、はい、はいはいはい、後ろから前にこういう形で振られる方がいるんですけど、そうすると短いサーブの時に勢いついたバックスイングから合わせて、はいはいはい、勢いがダウンして短くなる方多いと思います、うん、それだと当たる瞬間とかで長さバレちゃうので、うんうんうん、それがバレないようにもう先にラケットをボールの前に出しといて、で当たるまでは一緒で肩甲骨引いて、はい、で第一バウンドここにするかここにするか手前かちょっと、はい、で長さを変えていく。スイングスピードはほとんど一緒だけど、おー、姉さん、うん、第一バウンド変えるだけで長さが変わる。うん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 、一番気をつけるのはやっぱりその横に引くっていうことと、腕とか手首を使うんじゃなくて肩甲骨主体で体を動かすイメージでスイングしてると、はいはい、この2つか、はい、手首で全部やるみたいなイメージあるじゃないですか、うん、サーブって、はい、そう前腕、まあ、その前腕とかあると思うんですけど、はい、そこじゃないところを使って横に引くっていうのがやっぱり一番あれなのかな、うん、横に引いて前に速いボールを飛ばすっていうイメージが湧かない人もいると思うんですけど、意外と飛びますから、うん、全然ね、サーブは最初にだからバックスイングをほぼ引かないイメージなんですよね。そうですね、もうボールの前にラケット出しとくぐらいでちょうどいいかな、うん、なるほど。そこから引く。最初何練習するときってどういう練習すればいいですか。そうですね、これもツーツーと大体一緒なんですけど、サーブをこう出すところからボールを乗っけて、で肩甲骨を寄せる。ああ、じゃあツーツーの練習とちょっと似たような感じなんですね。そうですね、うん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 、でもツーツーもサーブも全部同じ感じでできたらすごい楽なので、うんうんうん、なのでちょっと近くからサーブを見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ短い長いでいきましょうか。はい、すごい、皆さん。わかりました、皆さん。
ぜひ、長短つけられないっていうのを悩みをお持ちの方は、この練習法やってみてください。浅田さん、レッスン週末やってますんで、ぜひ概要欄で載せておくので、気になる方は連絡してみてください。今回も浅田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide.